明日から強烈な寒気が流れ込んできます。大雪に警戒が必要です。太平洋側のエリアでも積雪するところがありそうです。明日の寒気の様子確認していきましょう。こちら見ていきますと朝9時の様子です。寒気の中心日本海にありますけれども、この後時間を進めて見ていきますと、この寒気が南下をしていきます。この後夜にかけてはこの寒気がですね、ぐっと太平洋側の各地まで流れ込んでくるんですね。すっぽりとこの強い寒気に覆われる予想となっています。それでは明日の天気の分布の予想を確認していきましょう。明日の朝6時から見ていきます。灰色が曇り、白が雪、そして青が雨となっています。時間を進めて見ていきますと、この後日中の時間帯、このように広い範囲で日本海側を中心に雪の予想となっています。そして午後の時間帯見ていきますと、この雪雲太平洋側の各地にも流れ込んできます。京阪神エリア、そして東海地方、そして夜には関東地方でも雪の降る恐れがあります。そして大雪にも警戒が必要です。明日の降る雪の量を見ていきましょう。明日朝6時から明後日の朝6時までの予想される雪の量を見ていきますと、日本海側のエリアで雪の量が多くなっておりまして、特に多いところ北陸の山沿いでは80センチ以上の雪が積もる予想となっています。また山陰エリアでも山沿いのエリアでは50センチ以上の雪が積もるところありますので、こちら十分に警戒をするようにしてください。それでは最後にお天気アイコンで確認していきましょう。明日の天気アイコン見ていきますと、全国的にこのように雪の予想となっています。特に日本海側の各地は大雪や吹雪に伴う交通への影響なども予想されますので注意をしてください。そして東京、名古屋、大阪と雪アイコンが並んでいます。普段雪の少ないエリアでも明日は雪の降る恐れがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。なお最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。